はい。ということで、いろいろ決算見ていきたいと思いますけれども、トピックス本日年初来高値取っておりますということで、日本が引き続き強いということなんですけれども、日経平均株価の方は新高値取ってるわけではないんで、これまで引っ張ってきてた外需系のね、半導体系とかっていうよりかは、全体感で上がってるトピックスの方が高値取ってるという状況になっているのかなと思います。すごい株価上がってるわけなんですけれども、今日の相場乗れてますかというね、午前中にライブ配信してアンケート取らせていただいたんですけれども、イエスが、 6割、家が4割ということでね。まあ意外とここまで上がってるんだけど乗れてない人も4割ぐらいいらっしゃるというね。決算いろいろ見ていくんですけど、まずね、ちょっとこの前の決算ですね、ストップ安した銘柄取り上げていきたいと思います。日本 M&A センターでございます。日本で一番希望の大きな M&A の会社になるんですけれども、週足ね、こんな感じでずっと下がり続けておりますと、配当利回りレは2.83まで上がってきております。で、28日ですね、決算発表しまして、で それがどんな数字だったかというと、売上9.1%マイナス、営業利益52.5%マイナス、純利益59.3%マイナスということで、通期見通し170億円なので、それに対して実績17億、だから10分の1ぐらいの進捗しかないんで、かなり厳しい状況ではあるんですけど、下方修正は出してないと。 いうねまあ、そういう状況にあってます。で、まあ、なんでこんなに下がってんのかっていうことで、決算どうだったんですかっていうと、人件費がかなり高騰しておりまして、まあ、いわゆる販管費というんですけど、かなり販管費増えて利益めちゃくちゃ圧迫してるっていう感じですね。だから売上としては9.1%しか下がってないんですけど、利益ベースね、本業の儲け表す営業利益で50%っていう大幅な下落しているっていうところですね。これからの2区3区に向けて、商談の案件数は増えてますよと。で、大型案件に関しても受注増えて てますよっていうねまあそういう風な資料も開示されてるんで後半戦2区3区4区で巻き返していくぞということで多分ね下方修正出してないんじゃないかなと営業活動を本格化して人件費が増えて利益率が下がってますよって割と理由は明確っちゃ明確なのかなとは思いますねあともう一つやっぱりレーティングですかねゴールドマンサックスが売りでレーティング出してまして目標株が850円から800円まで引き下げたというね、まあ、ちょっとこういう外資系のレーティングっていうのも影響を受けてたりするのかなと思いますねあと キーエンスもね、今日すごい株価弱かったですけどね、モルガンが。 弱気でレーティング出してたりしてます。ここからは本日の決算銘柄見ていきたいんですけど、まずは商船三井ですね。配当リマリ4.9%で、紙期計上29%上報修正してるんですけど、これで配当金変わってないんですね。これ株単でこれ一瞬見ると、紙期配当10円増額って書いてるんで、増額してるのかと増配なのかと思うかもしれないんですけれども、ちょっとね、これ罠があるんですよね。紙期は110円でね、これ100円から110円増配確かにしてるんですけど、下木に関しては、 は80 70円円からでで減額してるとうことで結局通期見通しの配当は180円で変わらずということなので,で数字に関しては経常利益68%減なんですけどこれはまあまあもうコンセンサス通りというか。 ま、それはそうだよねっていうね。えー、何がそんな下がってんのかということで、運賃ですね。コンテナ運賃がもう下落してますと。まあ、これもね、このチャンネルでも何回も何回も説明させていただいてますけど、シンプルコンテナ運賃がむちゃくちゃ上がってたんで、コロナ禍で、でそれの利益がなくなってきてる。要はコンテナが正常化してるんで、2019年とかね、それぐらいの水準に戻ってるんで、このコンテナ運賃の爆益はなくなると。 なので、この利益がね、減ってるっていう感じで、ただもうそれもみんな分かってることではあるんで、そんなにサプライズ感はないかなと思いますね。で、配当金に関しては、配当成功30%でやりますよと。で、業績悪化者としても、加減150円でやりますよということですね。やっぱ、商船密一番期待されてたのって、結局還元追加でやってくるかどうかっていうね、大幅な配当の増額とか、自社株買いとか、もうそれをみんな求めてるんで、それがなかったんでね、ちょっと売られたのかなと思いますね。 今日お昼に決算発表しまして、それを受けて株価がドドドッと下落して、えー、マイナス1.95%で引けたという感じですね。これかか、ら川崎線とか 日本優先とか出てきますけど、還元するかどうかですね。もうこれに期待かかってますね。業績悪いのも分かりきってるんで、還元あるかどうかっていう戦いになるんじゃないかなと思います。次の銘柄ですけど、水穂フィナンシャルグループですね。これ表向きの数字結構いいんですね。売上高50%プラスの経常力44%、最終利力53%で、うわ、なんかめちゃめちゃ強いと。通期見通し6100億円で2400億円すでに出てきてるんで、まあ、かなりこれすごい進捗で出てきてるんじゃないかと。 いうことなんですけれ、ども、これ決算説明資料をよく読むと、このなんでこんな利益増えてるのかということで、予診関係費用の改善を主因に53%の増益って書いてるんで、これ、予診関係費用ってなんだっていう話になるんですけど。 え、それもね、しっかり書かれてまして、貸し倒れ引き当金のことですよね。だから、その銀行ってお金貸してるので、まあ、最悪帰ってこないとか、何があるかわからないんで、そのリスク見て、1000億ぐらい余分にこう取ってるんですね。要は申しもの時のリスク用に1000億円マイナスで見てましたよっていうことで、それ込み込みで業績予想を出してたんですけど、プラスになってまして、273億。で、決算単身の方を見ても、予診関係費用、えー、これが304億。 プラスで、すねで前回だとここが同じクォーターの時点で748億マイナスだったと。予診関係費用の内訳ってとこなんですけど、個別貸し倒れ引き当て金純繰り入れ額。 ということで。で、日足のチャートこちらのようになっております。めちゃめちゃ強いですね。まあ、ともかく、あの、銀行はめっちゃ買われてるので、モメンタムがね、すごい乗ってるかなと思います。次、三井住友ですね。こちらは若干の現役で着地ということですね。第1クォーター売上70%、プラス最終的に1.8%マイナスになっております。で、中身はこんな感じですね。まあ、もろもろでちょこちょこちょこってプラスなってるんですけど、その他でマイナスガツンということで。で、三井住友もチャートこちらのようになっております。はい、買われてますね。 まあ、ともかく業績予想変更なしで、まあまあ、会社予想通りな着地な感じなんで、第1クォーターなんで、そこからいきなりね、こう、動き出してくることはないんじゃないかなと思いますけれども。 まあまあ、順調な滑り出し感じですよね。水穂も、三井住友で、明日 UFJ 決算ですね。はい。で、最後の銘柄付けも JT ですね。これみんな大好きですけども、情報修正3%しております。第2クォーターでしたけども、売上高6.2%プラス、最終的1.7%プラス、売上営業利益率28.5%、高い。で、JT に関しては、為替の影響結構大きいんで、海外タバコの比率高いんで、為替でプラスなってんのかなと思ってたんですけど、タバコの販売本数も伸びてまして、紙タバコも 電子タバコも2.5%プラスの電子は3.9%プラスということでで混み込みで2.5%去年の1月から6月にかけて伸びてるとタバコの本数売れてるっていうのはやっぱ強いですよねシンプルに で、利益の方に関しても、プライスミックスが改善してきてると。まあ、要は、プライシング出てる、あの、値上げですよ、ね。値上げしてるけど売れてるっていうことで、為替でも若干ね、85億のプラスになっていると。っていうことで、JT 足チャートこちらのようになっております。はい。これもね、なかなか強いですよね。月足で見てもね、この辺からこう、じりじりじりと上がってると。 まあ、なんだかんだ底堅い。配当利回り6%近いですしね。はい、ということで今後のスケジュールこちらのようになっております。まだまだ続々続々,々の怒涛の決算出てきますけれども、明日トヨタ13時25分出てくるんで、これに関してはもうちょっとね、ライブ配信やろうかなと思います。はい。僕はまあ、触らないですけどね。見てるだけです。見るだけライブやろうかなと思います。 で、場中決算めちゃくちゃ多いんで気をつけていただければなと思いますね。自分持ってる銘柄が 15G の引けだと思ったら場中決算何回みたいな、めちゃめちゃ下がってますやんとか。 まあ全然ある時期なんで、自分の銘柄やっぱね、決算これ必ず、すでに出てるのか、これから出るのか、かつ何時に出るのかっていうね、まあ、そこも一応チェックしておいていただければなと思いますけれども、まあ、やっぱね、今週で一番注目どころっていうと、まあトヨタとやっぱ日鉄ですかね、これも引き続き注目度高いかなと思いますけれども、前日に JFE 出てくるんで、ちょっとね、そこどうなるかといった、そんな感じですかね、楽しみな銘柄もたくさんありますよと。 いう感じですね。はい。ということで、今後からも失礼し,します。以上。